おはようございます。デベソライダーヨシです。はい、本日はいよいよ塗装の最終仕上げ、トップコートのウレタン、クリアを塗布していきたいと思います。はい、ちょっとね曇り空で天気はどうなんか怪しいんですけども、作業進めてみたいと思います。はい、まずはですね、何番でいきましょうかね。600番ぐらいかな。はい、ちょっと足付けをしていきますよ。本当に軽く足付けをの段差、これをねなくしていきます。とこの段差が消えるぐらいに こういうね塗装の分かれの段差、マスキングの段差が消えるだけでいいと思います。こんな感じで塗装終わりました。クリアね、なんとか全ての外装に乗せることができました。塗装してね、もう30分経過、もう指でね触ってもひっつかないほど。はい、どうですか、今回もちゃんとステッカーにたっぷりプルルンとクリア乗っかってます。ただね、やっぱり冬の塗装、まあね、モラ塗装なんで、ね、ホコリが舞い込んで、こういったところわかりますかね、ちっちゃいホコリも乗ってます。はい、しっかり乾燥した後はね、ウレタンクリアなんで、ちょっとまあデコボコしたところは研いで、またコンパウンドで磨いて仕上げたいと思います。はい、アッパーカウルもこんな感じ、垂れはないね。タンクもこんな感じ、いい感じです。今回も垂れはありません。ね、やっぱりこういったちっちゃいね、映るかなカメラさん、あカメラ映んねえな。こういったところね、ちっちゃいやっぱホコリは舞い込んでます。はい、で今回使った塗料ですけども、はい、イサム塗料ですね、エアーウレタンです。
煮液製の塗料です。もうね、いろんな、ちょっとねお高い、煮液製のクリアも使ってみたんですけども、はい、一番安くて拭きやすいです。うん、僕の愛用ですかね。安いしね。はい、今回、2本をしっかり使いました。で、まあこれも素人で思いっきりもうこんなこと本当はできない、しちゃいけないんだろうけども、もう純正の色の もう上からねちょっと足付けだけして拭くことも僕はできるんだけどね、皆さんはどうしてるのかなんですけども、ちょっとやれてきた塗装やなんかもね、こうやって復活することができます。はい、アッパカウルもね、こういったところわかるかな、これ純正のステッカーですね、白い。もうこれこのまま、あ、これが前、あ、これこのままね、この上にウレタンクリア乗っけてます。どうですか、見違えるようにちゃんとツヤも戻ってきてるでしょ。こんな感じで、もう強引なやり方かもしれないけど、僕は純正のこういった下地の塗装にもエアウレタン吹いてます。これ吹く吹かないでね、こんなに仕上がりのツヤが違いますんでね。はい、で今回も綺麗なブルーメタリック、いいですね。はい、このままねしっかり乾燥させて、明日あたりはね、最終の研ぎができるかなと思ってます。はい、本日の動画はこの辺でおしまい。短くてすみません。